こんにちは、ペガちゃんです。今回なんですけれども稲妻イレブン最新作の、最新情報がめちゃめちゃ出たので、ちょっとねまとめていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、レベル5ビジョン、こちらで、新作の PV 初めて出たと思います。まずこの PV の中で、最初に出てきたのはアニメーション制作をマッパが行うということですね。今までのね、稲妻イレブンは全部 OLM っていう、ポケモンと同じ会社がアニメーション制作を、ゲームの方ね、ゲームもアニメもね、どっちも OLM さんがやってたんですけれども、今回、マッパさんが行うということで、このマッパさんってどういう、アニメやってるかっていうと、進撃の巨人、呪術廻戦ということで、結構、高クオリティな、アニメを作ってる、会社ということで、今回このゲーム内のアニメーション過去最長時間で行われるといったところで、そういったところもね、すごく注目していきたいんですけれども、ここでね、マッパさんと組んだってことは、もし今後テレビアニメをやるとしたら、これマッパさんのアニメで、これテレビアニメを放送されるってことは、なんか今までとまた違った感じで必殺技の演出が行われるのかなというところも想像できて、そこら辺もすごく期待が持てるというところになっております。で、アニメーションの中では、笹波運命ともう一人、フードをかぶったようなキャラクターが、登場してたと思うんですけど、これね、以前にもね、キービジュアル出てたと思うんですけれども、このキャラクターの名前、なんと、遠藤春と、いうことでございます。この遠藤春はどういったキャラクターなのかといったところなんですけれども、遠藤守の息子ということでございます。今回の稲妻イレブン、遠藤編から25年後の世界と。無印の時は遠藤守14歳だったので、25年後、遠藤守39歳というところになるんですけれども、ただ開発ブログの方には過去キャラはね、今回登場しないといったところなんですけれども、一応遠藤守の息子はいるよというところで、今のところは過去キャラのストーリーが出てこないと言われてるんですけれども、もしかしたらなんか遠藤守だけは出てきてもおかしくないかなみたいなところはちょっと思ってたりするというところでございます。で、その後にね PV 出てきたのは、マップをこの笹波運命が走り抜けるシーン、学校名も正式発表という感じで南雲原中で、今回この南雲原中があるのが、長崎の架空の町らしいですね。長崎の架空の町南雲原に南雲原中はあるというところで、今までの稲妻イレブンは稲妻町だったので、無印もGOも、基本構造は同じだったと。ただ、今回はもう稲妻町ですらないというところで、完全に新しいマップになると。そこもね、結構注目ポイントかなというふうに思っております。長崎ということなので、海で特訓してる画像とかもあったりしますね。で、今回の、ラスボスなんですけれども、このラスボスの相手も、もうこれ発表されております。雷門中ということでございます。雷門中もそうですよね。FFI とか優勝してから、もう名門校になっちゃいましたから、稲妻イレブンの無印の一番最初の帝国学園みたいな、そういうなんかすごい無敵な学校みたいになっちゃいましたから、逆にその今回倒すっていうところはすごく面白いなというところで、ただこの雷門中は雷門中でまた別のドラマがあるというところなので、完全な悪役というわけではないのかもしれないですね。で、あとね、他のキャラクターの名前とかもここで明らかになりました。この金髪のキャラクターが、柳生駿河。で、なんか前出てた、そのピンクの髪のキャラクターいたと思うんですけれども、このキャラクターの名前が桜崎ジョージと。部員集めみたいなところで、鼓動会亀尾、木曽路平太。あとはこれ女性選手なのかな、篠原来花。四川道我流みたいな、そういうキャラクターもいましたね。ここら辺のキャラクターは一体どういう感じなのかっていうのは、続報に期待というところでございます。その後5対5のサッカーバトルって出てきたんですけれども、この試合のシーンとかも、この冬の発表の時よりもさらにブラッシュアップされてるなという印象も受けましたので、あとはこのクイックアクションっていう、今までの稲妻イレブンになかった、初めてのシステムみたいなのも入ってました。これをあらかじめ設定しておくと、そのボタンを押すだけでセンタリングができたりとかっていう難しい操作も簡単にできるみたいな、そういうサッカーゲームとかに慣れてない方にも、優しいようなシステムが入っているという感じでございます。今回ストーリーモードの発表はそんな感じでした。で、今回やばかったのはもうクロニクルモードだと思います。その発表がすごかったと思います、本当に。いや、皆さんもビビったと思います。過去シリーズ4500人に及ぶ全ての選手が登場ということで、稲妻イレブン1作目から、ギャラクシーまで全員出ると。なんかあれですよね、スマブラ SP の参戦ムービーで全員登場ってなった時みんなうわーってなったじゃないですか。あれと同じような衝撃を僕は受けました。いや、これはめちゃめちゃワクワクしますね。ただ、これ左下に書いてあるんですよ。これね、地味にこれ、これ見逃したないでいただきたい。バージョンによる振り分けで配信、シーズンパスと。書いてありまして、まあ、バージョンによる振り分け、これはどういうことかっていうと、まあ、今までのようなファイヤーブリザードみたいなこのバージョン分けが行われる可能性があるということを示唆されています。あとはシーズンパスですね。まあAPEX とかバロラントやってる方だったら結構ご存知かなと思うんですけれども、まあそういう課金システムもあるということもこれね確定という感じでございます。で今回のこのクロニクルモードなんですけれども、稲妻ビクトリーキャラバンっていう、まあ、そういった乗り物に乗って行うみたいです。で、このクロニクルモードは、ゲームの進行途中、またはクリア後に、解放される別モードというところでございまして、これ稲妻キャラバン、この稲妻ビクトリーキャラバンによって時を超えて、まあ、過去の稲妻の歴史からキャラクターを集めていくと。まあ、こんな感じにマップでね、対戦相手とか出てって、そこにね、まあ、そこに行ったら戦えると。で、対戦相手によって、まあ、報酬もあるといったところで、まあ、この絆スターというアイテムですね。この絆スターというアイテムをプレイヤーズユニバースというところにセットして、で絆横丁ってところに行くことで、キャラクターを獲得できるってことなんですけども、この絆横丁、まあ馴染み深いような風景だったりするので、そこら辺もちょっと楽しみではありますよね。あとはね、最後の方にいろんな必殺技が出てきました。で一番最後に新キャラの合体技みたいなの出てきたんですけど、そこは声なかったですね。で4500人が登場っていうところで一つ、開発が難航していたっていうところあったんですけれども、もう一つが、今回、全世界同時発売をやるというところで、まあ、ポケモンみたいにね、ポケモンとか結構超大作みたいに全世界同時発売をやるというところで、まあそうですね、全世界同時発売っていうとどうしてもね、まあ、セリフの翻訳とかそういったところで結構時間かかるとは思いますので、まあ、そういうところにも時間をかけたいというところが、まあ、今回時間かかってる理由ではあるんですけれども、まあ、やっぱりね、稲妻11って正直日本よりも海外の方が正直今盛り上がってるっていうところで、まあ、その人たちと一緒にプレイできるというところを考えたら、これは全世界同時発売やるしかないんじゃないかというところで、これはね非常に期待したいし、まあ、稲妻11が一番盛り上がってるスペインの方と僕もなんか対抗戦とかやりたいですよね。日本代表対スペイン代表みたいな、そういうのを想像するだけでも結構ワクワクする部分があります。で、今後もねちょこちょこ情報は出ていくということなんですけれども、大きな最新情報が出るのは次は夏というところで、テーマ曲はどうなるかと、あとは新キャラどうなるのと、あとはストーリーの敵チーム、まあ、もしかして帝国学園とかそういうのも出てくるかもしれないし、まあ、そういう敵チームはどうなるかと、あとキャスト、まあ、レベル5の作品ってめちゃめちゃキャストが豪華なんで、そこら辺の情報とかそういう大きな情報出しが次は夏に行われるといったところで、そこら辺もすごく期待したいなというふうに思っております。で、最後に書いてあったんですけれども、ひとたびリリースしたら3年でも5年でも遊び続けられるソフトを目指しますので、もうしばし時間をくださいと書いてありました。こう全員登場とか全世界同時発売とかっていうところを聞いてると、まあ正直2023年結構末とかになるのかなというところは正直思いました。まあただ全員登場させるんだったら、もうこれはもう延期も繰り返されてるんでね、もう正直多少遅れてももう僕は文句は言わないことにしようかなということでございます。という感じで、今回の最新情報以上となります。まあね、新作発売まで僕はイナスト2013を遊んでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またの